はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女8月17日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ロビの方がね、昨日更新されていますので早速見ていきましょう。ということで、まずは画面に映っているのを読む前に、ちょっとね、運営さんのね、順番、イベントの紹介の順番がバラバラなので、まあ、うまいことやっていきたいと思います。ということで、まずは、夏の風物詩第2弾ということで、第2弾のイベントがやってまいります。まあ、今現在第1弾が進行中なんですが、まあ、その第1弾の、さらに追加で第2弾がやってまいります。なので、第1弾ができなくなるわけではないので、ご心配は、いらないですね。で、第2弾が追加されるのが、流しそうめんと、在新の雑貨屋ということで、在新の雑貨屋はまあ、なんかちょくちょく来ているイベントかなと。で、流しそうめんが今回初めてのイベントとなりますということで、まずこれを見てからね、順番に読んでいきましょう。まずは在新の雑貨屋の方からいきます。限定イベント、在新の雑貨屋では、お気に入りの12種類の報酬を12個宝箱に入れて、猫サイコロを使って招き猫を引き離すと、報酬が獲得できます。宝箱を開けるたび、ランダムで1種類の報酬を獲得することができます。各種類の報酬は1度しか獲得できません。12個宝箱を全部開けると、12種類の報酬を必ず獲得。で、注意事項ですね。1番目、ゲーム内のギフトパックを購入すると、猫サイコロが獲得可能。宝箱を開けるのに必要な猫サイコロの数は、宝箱を開ける回数に従って増えます。2番目、宝箱を開けるたびに夏の福引券というアイテムを獲得。まあこれはね、今使っているガチャガチャというか、まあガラガラをね、回すための福引券ですね。で、3番目、累計で3、6、9、12個の宝箱を開けると相応の段階報酬を獲得可能。3の倍数で、獲得可能できる段階報酬があるということです。そして4番目、在新の雑貨や報酬の詳細内容はゲームの中にてご確認くださいませということですね。で、こちら期間が8月17日火曜日12時から8月23日月曜日23時59分となっておりますということで、まあこれ僕あんまり、パッとイメージに出てこないんですが、あんま覚えてないんですよね。まあそれはなぜかというと、まあ、これは結構夏季イベントだったんですよ。なので僕は、まあ、このイベントに関しては全然課金していないので、もう印象が薄いんですね。うん、まあ、僕の印象が薄いってことは大体夏季イベントというところで、まあ、多分ね、最初の1回とかはやらせてくれるんですよね。で、それ以降、もう課金してねっていうイベントになるんで、まあ、おそらくこれはもう課金イベントだったはずです。はい、ということで次行きましょう。次が、まあ、なんかちょっと間挟みますけど、これはもう運営さんの、ね、順番のせいなんでご了承ください。第6回スキル説明文調整のお知らせ。まあ、これイベントと関係ないです。より読みやすく理解しやすいスキル説明を提供するため、8月17日メンテナンス後、一部の既存スキル説明文の調整を実装させていただきます。調整は説明文の表記のみとなり、スキル効果の変更は一切ありません。詳しい情報は前回のお知らせにてチェックしてくださいということで、まあ、8月12日にね、しますよというお知らせだけは来ていましたので、まあ、ここで実装するということです。まあね、スキルの説明文だけが変わるんで、効果の方は一切変わりませんよということなんで、まあ、僕らにはあんまり関係ないですね。そして、こちらイベントの2つ目ですね。流しそうめんということで、こちら初めてのイベントとなります。イベント内容が夏の風物詩限定イベントで、出入り、意がちっちゃいのかこれは。出入り任務、限定任務を完成することで、夏の福引券、ラッキースター券、覚醒誕、副賞訓練書など、豊富な報酬を獲得できます。まあ、これはありがたいですね。イベント紹介。1、そうめんは上の方から流れ木下の光る輪に重な、でもどういうことなんだ。そうめんは上の方から流れ、これ木か五色かな、下の光る輪に重なるところでタイミングよく光る輪を押すと、そうめんを取ってポイントを獲得できますということですね。で、2番目、難易度はイージー、ノーマル、ハードの3つに分かれています。難易度があるんですね。難易度が高いほどそうめんが流れるスピードが速くなり、獲得できるポイントも高くなりますということです。まあ、難易度なんて初めてじゃないかなと思います。放置少女でね。まあ、そうめんが落ちてくるスピードがね、まあ、どんどん速くなっていきますよという感じですね。
3番目、オンラインのフレンドを招待して協力プレイをすることができます。協力プレイ、同時に複数のフレンドに招待を送信できますが、先に承諾したフレンドとスタートします。フレンドと違う難易度を選ぶことができ、最終成績は2人の成績を加算したものとなります。ということは、これは複数でやった方がいいんではないかというイベントかな。最終成績は2人の成績を加算したものとなるっていうことなんで、これは積極的に2人でやった方がいいのかなと思います。そして4番目、イベントランキングはシングルプレイ成績と協力プレイ成績に分かれ、ベスト成績のみ集計されます。全サーバートップ100と自身の順位が確認できますということで、まあ協力プレイだけしててもっていう感じなのかな。まあこのランキングだけですけど、まあシングルプレイでも一応ランキングはありますよということで、まあどっちもやってねみたいな感じなのかな。で5番目、特別任務にはデイリーと、期間限定の2種類あり、任務をクリアすると報酬を獲得できますと。でデイリー任務は毎日0時に更新され、期間限定任務はイベント期間中に1回のみクリアできますということですね。注意、ヘッドホンを使ってこのミニゲームに参加するのをおすすめします。まあ、音を出してヘッドホンして、これゲームに参加した方がいいですよと、まあ、運営のおすすめですね。まあ、なんか音が流れるのかなということで、こちら画像になるんですが、この竹からそうめんが落ちてきて、でこの下のリング、金色のリングのところに来た時にこのリングをタップすればっていうことなのかなだと思いますね。まあ、説明読んでる感じ。なので反射神経ゲーなのかな、動体視力ゲーなのかな、そんな感じがしますね。まあ、苦手な方はイージーで、やっていただいて、私いけるよって人はハードでやっていきましょう。まあおそらくね、獲得できるポイントも高くなるって書いてあるんで、まあハードでガンガン成功させていった人がやっぱりポイント高くなるのかなと思いますね。そして、先ほどこれ順番がぐちゃぐちゃになっちゃいましたが、これ先ほどのやつですね。一番最初のやつ、夏の風物詩第2弾ということで、8月17日火曜日12時に夏の風物詩第2弾を開催させていただきます。イベント詳細は画像にてご確認くださいませということで、こちらになっております。まあ、さっきのやつですね。で次、虚無の投影ということで、まあ、ここからいつもの再販枠になります。自分の気持ちを一番だと思う虚無の投影、小早川秀明はまた思いがけない命令を下そうとしているということで、ちょっと久しぶりじゃないですか小早川は。期間が8月17日火曜日12時から8月23日月曜日23時59分となっておりますよということで、10ヶ月ぶりぐらいみたいですね。なので、まあ、もうほぼ1年になろうとしている。まあ、最近だと4ヶ月とかね、割と早い子はバンバン来てたんですけど、ちょっとここで珍しい人が再販ということで、しかも初めての再販なんですよね。まあ、これは奥義とか取れてなかった人はありがたいんじゃないかなと思いますね。そして、まあ、これがちょっとびっくりしましたね。夏の響きということで、これ新キャラではないですけど、まあ、新花嫁衣装ということで、手を携えて心を一つにする二人三脚のその人がさらに重要です。風の響き花公園のウェディングドレスが登場。イベントに合わせて花公園神様ロマンス、花公園レース少女、花公園を実装させていただきます。まあ SSR、UR、UR1000 の花公園ですねを実装させていただきますよということです。期間が8月17日火曜日12時から8月23日月曜日23時59分となっておりますよということで、その前に小早川見せておきましょう。こちら小早川です。ということで、花公園、ウェディングドレスいただきましたということで、まあ、何がびっくりしたかって、花公園って、まあ、割かし、後に来た副賞なんですよね。花公園自体、SSR 花公園自体は割かし初期にいたんですけど、この UR1000 になった段階が、割かし後なんですよ。なので、わりかし後なのにもかかわらず、ここでウェディングドレスをいただけましたということなんですね。この図鑑見ても分かっていただけると思うんですが、花公園が、ここなんですよね。こちら花公園がいるんですけど、まあ、この間来たテーフがこの辺でっていう感じになるんですけども、だいぶアバターとしては真ん中の方なんですよね、花公園ね。なので、もう、この花公園ぐらいまでの子たちですね。UR1000 アバ。
の子たちはこれ花嫁衣装ワンチャンあるぞという領域までもう来ました。って考えると、まあ進むスピードは速いというか、進むスピードというか販売スピードはそんな速くはないんですけど、この対象となる範囲ですよね、がわりかしね、新色というか、うん、ここまでもう可能性ありますよというところまで来たんで、これちょっとびっくりしましたね。もっと上の方のキャラクターが花嫁衣装いただけるのかなとか正直思っていましたが、いきなりここまで来ました。ということで、花公園どんな、スキルなのか、まあ、ちょっと見ていきましょう。で、どういう強化されるのかなっていうのも見ていきましょうね。で、花嫁衣装っていうのはだいたい長所が伸びます。うん、今まで来た子はだいたい長所が伸ばされてきたので、まあ、きっと花公園のいいところ、まあ、強みというところが伸びていくんでしょう。ということで、まあ、スキル見ていくと、まず4回連撃ですね。毎回 600% の物理ダメージを与えると。で、同時に会心率が 20% から 40% 増加しますよということで、まあ、弓なんで、まあ、会心率、またはクリティカルキャラクターですね。で、自分の残り HP が高いほど会心率高くなりますよということです。まあ、マックスで 40% ですね。まあ、40% あれば期待値としては十分、クリティカル出やすいんじゃないかなと思いますね。で、会心攻撃が発生した場合、100% の確率で、一旦の間敵をめまい状態にさせる。あ、これは大きいなと思いますね。うん、めまいは大きいですね。で、任意の攻撃にて、会心攻撃が発生した場合、3ターンの間自分が蓄力状態に入り、攻撃力が 100% 増加し、状態異常耐性が 75% 増加する。これも大きいですね。うん、クリティカルさえ出せば、攻撃力が倍になるわけですからね。で、倍になった上で、めまいもさせることができるので、まあ、これはいかにクリティカルを出すかっていうところになります。ただ、クリティカルもね、会心率が 40% 上がるとはありますが、まあ、いかんせんレベル補正でどうにでもなってしまうところがあるんで、まあ、ちょっとレベルもね、ちょっと考えながら上げていきたいなっていうキャラクターではあります。そして、スキル2が、敵4名に 500% の、まあこれ範囲攻撃ですね。500% の物理ダメージを与えると同時に、回心率が20から 40%、まあ同じですね。で、自分の残り HP が低いほど回心率が高くなるというところで、まあこっちの方はちょっと期待値低いかな。HP が低いほどなんでね。まあそもそもスキル2を打つまで生きてられるのかっていうところもありますが、回心攻撃が発生した場合は、当該敵を1回追加攻撃し、500% の物理ダメージを与えると。まあ全部クリティカルが出れば、まあ、1回ずつ追加攻撃できますよってことかな。最終ダメージは敵の防御力と物理防御力によると。なので防御無視ではありませんよと。で、追加攻撃にて会心攻撃が発生した場合、もう一度追加攻撃可能ということで、敵ごとに最大2回追加攻撃可能です。攻撃した後、自分に総ダメージ 50% 分の HP を回復するというところで、まあスキルにはまああんまり見なくてもいいかなとは思うんですね。まあ、なぜかというと、やっぱり耐久面の問題があって、まあ、なかなかスキル1打った後の相手の反撃を耐えきれないんじゃないかと、まあ、いうところがあります。パシブ見てもらってもわかる通り、防御関係ないんですよね。うん、会心値、会心値、物理会心ダメージ、防御貫通というところで、もう見事なこの攻撃。しかも会心値が2個ついてかなりクリティカル率上がっております。で、物理会心ダメージで、まあ、ここクリティカルになった時のダメージは跳ね上がるというところですね。で、専属武器が、会心ダメージ、さらに会心ダメージ、ここでも取っています。で、体力値がね、まあ、レベルかける140とちょっと低いのですが、まあ、ないよりかはマシかなというところで、相当防御面きついですね。うん、なので、まあ、スキルにはあんま見ていかなくてもいいかなと思いますが、まあ、これ共通して言えるのは、会心率が上がるというところ。で、クリティカルが発生したらいいことが起きますよっていうところになります。強みとしてはね。なので、まあ、この辺がね、上がってくるんじゃないかなと。上がってくるというか、花嫁衣装、延定スキルで強化されてくるんじゃないかなというところになります。まあ、例えば、会心率がもっと上がるようになるだとか、まあ、クリティカルが出た時の蓄力とか、まあ、これがもっと入りやすくなるとかね。クリティカルじゃなくて、もっと楽に入れるようになる。まあ、なんなら、出陣した時にっていうのもワンチャンありますよね。とかですね。まあ、あとは会心ダメージさらに上がったりとかですね。まあ、この辺がまず間違いなく強化してくるんじゃないかなと今までの傾向的に僕は思います。はい、ということであんま長々おしゃべりしてもあれなので、花公園の花嫁衣装に関しては、また、実装されたら副賞解説の方をやりたいと思いますので、まあ、そちらで、長々喋っていきましょう。ということで、花嫁衣装花公園、本日実装です。
そしてこちらは再販ですね、御巫女ということで、理事は神の教えを傾聴して心の思いを絵馬の中に封じたということで、こちらが、UR アバになります。理事ですね、こちらになります。これ理事も4ヶ月ぐらいで来てるんですよね。なのでまあ最近 UR アバってわりかしなんか早い再販な気がするんですけど、でもなんとなく同じやつが来てるような気がします。来てない子はもう本当に来てないですからね。加工トンとかどれだけ来てないんだって話になってくるんで、まあ加工トンの再販は結構望んでる方多いのかなと思いますね。そしてラッキースター、ラッキースターイベントを再開、超運、サジ、聴覚が一斉に登場、かっこいい少女たちと一緒に戦闘しようということで、期間が8月17日火曜日12時から8月23日月曜日23時59分となっておりますよということで、まあこの3人なら超運ですかね、やっぱりね、奥義に、いい奥義に絡んでいるんで、僕は超運この3人の中ならおすすめします。そして水筒調整ですね、こちらは SR のやつかな。1日に600元宝以上を購入すると報酬が獲得でき、期間中に累計5日間達成で萌姫パックをプレゼント、幸運券と潜入育成弾もゲットできるよということで、期間が8月17日火曜日12時から8月23日月曜日23時59分となっておりますよということで、萌姫パックとは何ぞやというところなんですが、まあこの SR ですね、この SR の中のこの下の6人ですね、この下の6人が手に入るというか、好きなのが手に入る、1人選んで1人獲得できる、イベントとなっております。で、条件としては1日に600元宝以上を購入して、それが5日間ですね、累計5日間達成で、手に入りますよと。で、その中でこの超春花という子ですね、まあ、この子が萌姫パック限定となっておりますんで、まあ、1回はやってね、この超春花手に入れておくのはありかなと思います。そして今回は映画銀月がちょっと長いんですよね。花の水引き、小束、大束、大束ですね。まあ、この辺は引き続きになります。MR アバターのガチャイベントで使用可能の水引きが、手に入りますよということですね。で、万能サイコロですね。伯爵家のもの、疾風の置いてですね。万能サイコロ。今やっているイベント第1弾の方の、やつですね。で、カラカラパック、ガタガタパック、ザザパックですね。これは猫のサイコロ。猫のサイコロに関しては、これは最新の雑貨屋で使うものとなっておりますので、まあ、注意が必要かなというところですね。これ猫サイコロがそうだよね。で、縁結びパック、大と小ですね。まあ、こちらですね、好感度ショップで使用可能なものです。ガチャが1回引けますよということになりますので、まあ、加工園に合わせてやってきた感じですね。あとは同じかなというところですね。はい、ということで、あとは百花美人、今回の限定ガチャに当該が登場、獲得した新章交換券は他の副賞の絆に交換できるよということで、期間は8月17日火曜日12時から8月24日火曜日9時59分となっております。 SSR 当該が限定ガチャにやってまいりますよということですね。はい、ということで今回結構情報量多かったです。まあやっぱりここですね、僕の中では結構意外でした。加工園の花嫁衣装ですね、やってまいりましたよと。加工園ファンの方には必見のものとなっております。ぜひ獲得してみてくださいということですね。まあ僕もね、どういうギミックがあるのかっていうのは気になります。毎回花嫁衣装ね、何かしらのギミックがあるので、まあ、そのギミックは僕楽しみに毎回、どのキャラクターでもしています。まあ、あとは、まあ、再販枠はまあ普通として、あとは、あれですね、夏の風物詩第2弾、流しそうめんですね。僕ちょっと流しそうめん気になりますね。まあ反射神経というか動体視力芸になりそうですけど、まあこちら楽しみにしています。はい、ということで、今回は夏祭りイベントというか夏の風物詩イベント第2弾やってまいりますよというのと、花公園の花嫁衣装っていうのがまあ要注目というところになります。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。